皆さんこんにちは。今回はプレイ動画になります。最近は同卓の方がどの国の方かを確認することにハマっています。なんか結構タイの方とマッチングしてタイの方とも仲良くなりたいので、サブアカとかをランク上げする機会があればタイ国旗にして遊ぼうかななんてことも考えています。アップデ前の試合にはなるんですけども、ナイト6をやってみた試合があったので、こちらを動画にしています。最近はあと結構ソルブレード構成を見たことが多いんですけども、タクを見てナイトとかも刺さりそうであったりとか、ナイト単独でいけそうな時とかはやってみても楽しいと思います。今回はあと、序盤はあんまりどこに行くか決めていなくて、どちらかというと普通にケーブルディバインやったりとか、あとはアイテムによっては太鼓に行ってもいいかなみたいなことを考えながらやっています。なのでハンター進行も見ているっていうような状態ですね。で、アイテムがちょっとマナ寄りなので、マナ系の構成に行ってもいいかなとか、あとは物理アイテムとかがたくさん来るようであれば、組み合わせによってはまだ物理にも行けるような組み合わせなので、どっちによるかちょっと見ているっていうような状態です。結構なんか私構成決めるのが遅くて、めっちゃ決め打ちをやるか構成決めるのが遅いかのどっちかが多いですね。で、赤き炎の王が重なっていて、周り見てなんかナイトやりたいなっていう気持ちになってきていて、最近ちょっとディバインナイトとかにハマってたりとかするので、ナイトへの好感度が高いんですよね。で、これちょっと中途半端なことしちゃってるんですけど、ナイトに行く場合はもうここで決め打ってお金ディシー取った方がいいと思います。で、ここからはナイトに使う駒と、あとモブ戦に勝てる駒を集めるっていう感じで、ここでナイトに決め打って拡張駒も変えています。で、急に構成を変えたりとか盤面のを打ったりし始めたので、なんか見られてましたねで、ここで卵が来たので卵を切ってモブ戦です。で、ここはウォリアーのために人狼を飼っていますね。で、卵を切ったのでアイテム取らなくても勝てたかもしれないんです。ちょっと久しぶりのナイトでのモブ戦だったので不安で取っちゃいましたね。で、周りを見つつどこと当たるかとかを見ています。で、今回は、レベル6で少し回してナイトコマを集めて、ウォーロクじゃないな、グレーシャーが作れそうな時にレベルを上げて、で、アンデッドが作れそうな時にさらにレベルを上げてレベル8みたいな感じのことを今の地点では考えていますね。なので基本的にはレベル6回しでナイトコマをまず集めていきます。ラウンド15のモブ戦ではナイト4が出ていないと結構きついかなという印象なので、ちょっとナイト集めをしています。で、ナイト4がもう出ることが分かったので、警部コマ、保険で取ってた警部コマは捨てちゃっています。で、グレーシャーも出るので、ここは、15は大丈夫かなっていう感じがしています。で、ここで強行が来たんですよね。なのでレベル7に上げて次ウォーロクを出そうかなって思っています。ただあと16ラウンド以降は、ナイト6が出ていた方が確実にと連勝が灯っていけると思うし、他の連勝とかももらえそうな感じなので、ここでナイト6が出るまで回して、これあと1コマ足りないのでもうちょっと回してレベルを8まで上げるということをしてました。で、結構ヤンキーなお金の使い方なので、本当はもうちょっと様子見つつやる人とかもいるのかなとは思います。で、今回霊人の集まりが幸い集まりがいいので、21ラウンド後くらいにはもう一度お金を貯めてガチャして星3にしたいなっていう気持ちです。で、ここからはどんどんお金を貯めていくっていう状態で、あとは周りの構成が、周りの人が何の構成に向かっているかをチェックしていきます。で、神使いを使ってる人がいたので、呪術意とかを取られないようにこのアベンジナイトを後ろに下げるようにしています。だいたい今の、神使いの配置であれば
アベンジナイトを後ろに置いておけばアベンジナイトを奪ってくれるので、その呪術を取られてそれがディバインしてしまってずっとスタンしていて負けてしまうっていう事故を防ぐことができます。で、一番上のハンターが今ウィングスハンターなんですけど、多分これウィングス級にするのでここでメイスを作って気血スティックも作れたのでどっちも作っています。で、ここでちょっとガチャして霊人重ねに行ってもいいんですけど、ちょっと時間がなかったのでストップしています。で、ここ相手が今多分スピオンなんですけど、スピロクに行こうとしてたのでスピロクちょっと嫌なんですよね、ナイトなので、ちょっと警戒しています。で、スピロク移行された時にどうするかっていうのを考え始めています。まずは、あと今やることはレイジンを重ねるっていうことなので、レイジンあと1枚なのでそれが引けるまでガチャしていきます。で、ここで引けたので23ラウンドで星3作ることができました。で、ここからはヒューマンを追加していきます。できればレベル11に行きたいのでヒューマンを集めながらやっていこうかなと思ってます。で、ここウィングス級にはなってたんですけど、メスを作ってたのとレイジン星3まで作れてたので勝つことができました。で、しばらくはレイジン星3のパワーがあるので連勝できるかなと思います。負けるタイミングがあるとすれば当たり順リセットされて、スピリット6に当たるタイミングとかになるかなと思っています。で、ナイトやってる時にスピリット6って固定ダメージが出てしまって結構ナイトきついんですけど、固まってしまうのと固定ダメージが出ちゃうのがきついんですが、そういった場合は、レイジンが星3作れてる場合は、太鼓族以降、スピリット6に対しては太鼓族がかなり優位になるので、太鼓族以降を考えています。まだそのスピリット6との対マンとか、あとは当たる回数がまだ少ないので、今は、ヒューマン集めを重視しています。で、周りにいる構成がウィングスとかアサシンとかが多いので、デストロイヤーとかあとはアクアハンターとか追加してもいいと思います。で、今はもうヒューマンが6コマ集まってるので拡張は外しています。で、ここでだんだん周りが落ちてきてスピリット6と当たることも多くなってくるかなっていうタイミングになってきたので、太鼓族移行した時にマナの源は絶対入れる駒なのでマナの源を取っています。あとはウィンドレンジャーとかも使うのでウィンドレンジャーも使います。で、預言者とか太鼓族に入れること多いと思うんですけど、今回の場合は霊人がいるのでウィングスが出てしまうので預言者はいらないです。なのでその他の強い駒とかを入れていくような感じになります。で、ここはヒューマンにしたいっていうノットスタンが欲しいっていう感じでやっています。ただあとここのスピリット6が赤き炎の王の挑発で光スピリットのスキルを発動させていたのでまだ弱くてまだ勝てました。で、ここで残っていたところを落とせてウィングスもスピリットを落とせたので、ここからはウィングスとの対マンになりました。なので太鼓族移行しなくて大丈夫です。で、ここからはあとウィングスとの対マンになるので35ラウンドのアイテムで遺言を作りたいなっていう気持ちではあります。こうなんか先制術師のスキルとコーパナーチャーのスキルが嫌だったので霊人をウサギ側に飛ばして先制術師とコーパナーチャーを倒せないかなと思って飛ばしてみたんですけど、ここウサギに殴り負けてるんですよね、霊人が。で、なんでだろうって思ってて、ここで戦闘終わった後にコーパナーチャーのスキルアイテム見たらめっちゃ強かった、ね、なので、レジンを飛ばすのは負け捨てになるなと思って飛ばすのはやめました。で、ウィンドレンジャーはもう使わないので行っちゃって大丈夫ですね。で、ここで
キラの恨みとかも作れなさそうだったので、フェイトローブを作っ、エターニティを作って配置を動かしています。ストロイヤーとか来てくれると嬉しいんですけど来ないですね。で試合が長引いた時にもう一回ヒューマン使うかもしれないので一応持っています。でここはレイジンが殴り勝てたんですけど、なんか怪しい時あるんですよね。レイジンが先に死んでしまうみたいなこととかもあるので、じゃあアルケミストはキラが出なくても、アルケミストのスキルでアンデッドみたいな効果をつけてくれるので、ナイトと組み合わせて使っても強いと思います。ウィングス対面は先制術師のスキルとかコーバーのアーチャーのスキルと、あとウィンドレンジャーのスキルの噛み合わせがいいと結構ダメージを受けてしまうことが多くて、最後はコーバーのアサシンとかも持っていたので固定ダメージを出されてしまってレジンが死んでしまうというパターンがありました。なので最終場面は相手のエースが誰になっているのかと、ナイトに強いコマを入れられていないかとかを確認しながら相手へのメタコマを追加するとか、あとは自陣を強化するコマは何かっていうのを考えながら戦闘できると勝ち切ることができると思います。今回はナイトをやってみた試合でした。毎週土曜日にオートチェスの大会オートチェ杯を開催しています。初めて参加の方もぜひエントリーをお待ちしております。詳しくは動画の概要欄からチェックしてみてください。チャンネル登録をすると乳酸のやる気モチベが上がるので登録してほしいのだ。それといいねとコメントとで要求が多すぎるのだ。次回の動画もお楽しみに。